吉田さん何でうまくいかないのかってやっぱこうあれこれ迷って手をこまねいているからじゃないかなと思うんですよで情報をたくさん取りすぎるのも問題ですよねなんか結局突破口を見つけ出そうと思ったら目の前にあるものをすぐやるってことじゃないかなと思うんですよ YouTube 一つとっても私が始めた頃とねそれから3年前5年前とそして今とこれからっていうものはどんどん形が変わってくると思うんですよ 早すぎれば YouTube が認知されてなかったり、通信環境が整ってなくてダメだし、遅すぎるとすでに飽和していてダメだしあ、YouTube で何かね、これだという情報を得たということは、その情報そのものよりも、それを伝える手段、YouTube をたくさんやった方がいいんじゃないかなっていうふうに考えて、YouTube 一生懸命やるが一番じゃないかなと思うんですよ。でも、 YouTube もね、そのうちやろうと思うんです。来年からやろうと思うんです。コロナ禍が終わったらやろうと思うんです。っていうふうに、何かしら時間稼ぎをしてるうちに、ブームは去りますよ、うん。だって、コロナが終わってからみたいな言葉、山ほど聞いたと思うんですけども、コロナがあるないに関わらずやってる人の方が、今日もう形を出してるわけですよね。いいにつけ、悪いにつけ。なんでわざわざね、何々が終わったらとかね、年が明けたらとか、来月からとかね。なんか、意味がないかなと。 まさにねなんか水面下で何かをやるみたいなのは全く意味がないんでですよ水面下でやるくらいだったら、うん、なんかすぐやったほうがいいんですよね。水面下でやってることすら見せていくみたいな感じでアクセス呼び込んだほうがよくってなんかねその隠し玉にするほど大したネタ持ってない人の方が隠しますよね。でまあ吉谷さんもそうだと思いますけどもなんかねさらけ出していく方がもっともっとたくさん奥の手が出てくるみたいなね。 取っておきのネタっていうのを取っておくとそのネタって腐るわけですよだって取っておきのネタがあるんだったらそれを今日打ち出して今日稼ぎに変えた方がいいですしそうすることによって取っておきのネタで稼ぎましたっていう実績がまた実例になって次のねネタを呼ぶと思うんですよそれしかないと思いますよねで初心者でも大丈夫ですかっていうふうに言う人多いですけども初心者だからできることばかりですよ世の中は、ね、ベテランになったらもうできないですよそんなことは、うん、だから初心者のうちだからこそ 失敗も許されるし、いろんなことをトライしていく勢いもあるし、逆にベテランになったらね、あの、これ一つの本当によくある例なんですよ。前回も言いましたけども、あの、成功者ブランディングなんてしたら悲惨ですよ。だって成功してないのに成功の嘘をつく、その架空のエネルギーをずっと維持しなくちゃいけないんですよ。無理ですよね、ほとんどは。でも、 自分の暮らしそのものがうまくいってたら、その自分の暮らしそのものを等身大で見せるだけなんで楽ですよね。嘘が入り込まなくていいんですよ。でも初心者の頃ってのは、そもそも成功例がないんで、全力でやるしかないじゃないですか。で、それに共感する人が最も多いんですよ。なぜなら、初心者なのにやらない人が最も多いからです。 初心者なのにやらない人が最も多くてその次に初心者でやってる人が多くって成功者でやってる人が多くって成功者でやってない人っていうのがあんまりいないみたいなこんな順番じゃないですかね、うん、だからよく考えてみたら今がやる時期なんですよね <laughs> 躊躇してるってことはそれをやるとほとんどの人が躊躇してるんで目立つよってことだと思いますじゃあいってらっしゃい